ジャンバティスト・マリー・ピエールは、フランスの画家である、王室の筆頭画家などを務めた、パリで生まれた、王立絵画彫刻アカデミーで、シャルル・ジョゼフ・ナトワールに学んだとされる。1734年に、ローマ賞を受賞し、奨学金を得て、1735年から1740年の間、ザイローマ・フランスアカデミーに滞在した。当時のザイローマ・フランスアカデミーは、 ニコラ・ブルーゲルスやジャン・フランソワ・ド・トロワが校長を務めていた。パリに戻った後、1741年に王立絵が彫刻アカデミーに推薦され、1742年に会員となった。宗教や歴史、神話をテーマにした作品を描き高い評価を得た。1744年にアカデミーの准教授となり、1748年に聖教授となった。 1752年に王太子、オルレアン公の筆頭画家となり、多くの宮殿の装飾画やパリのサンロック教会のドームに天井画を描いた。1761年にサンミシェル勲章を受訓し、1770年に亡くなったフランソワ・ブーシェの公認として王室の筆頭画家の称号を得た。王立タペストリ工場の監督も務めた。亡くなるまでの約二十年間、 マリニー公クらと共に、フランスの美術界に強い影響力を持った。ピエールが教えた芸術家には、エティエンヌ・ルイ・ブーレイや、ルイジャン・ジャック・デュラモー、ジャン・ユーグ・タラバルラがいる。ありがとうございます。